当に広いのね。どこまで続くのかしら。ずっとお城にいたらこんな景色は見られなかったのかな。やっぱりカナンはそういう笑顔の方が似合ってる。ねえ、エルザはどうして傭兵になったの？まだ小さい頃、村を焼かれてさまよっている時、クオークと出会ったんだ。それから何とか二人で暮らしてきたけど、ある時あいつが言ったんだ。いつまでもこんなことじゃダメだ、戦で手柄を立ててまともな暮らしをしようってね。でもただの傭兵じゃ何も変わらない。騎士にならないと。だけど騎士になったらずっとお城の中だよ。こんな景色を見ることだってできなくなっちゃう。やっぱりカナンは城に帰りたくないのか。うん。でもエルザたちに迷惑かけない。私も私なりに頑張ってみる。ごめんな、力になれなくて。いいの、今はこうしていられるだけで。していられないぞ。こちら側は手薄だな。だがどこに潜んでいるかわからん。慎重に行動しろよ。止まれ、見やりめ。エルザ、頼む。ご使用か。
がいないのか。油断はするなよ。ここは生活区みたいだ。敵の本陣はここではない。マグマを使って生活しているのか。グルグ族の文化は人間のそれとは全く異質だけど、昔は共存していたらしいよ。いろいろあってグルグ族はこんな危険と隣り合わせの場所に追いやられたみたいだけど、でもそれが今では危険なマグマでさえも使いこなして生活してるんだ。すごい執念だよ。おしゃべりはそこまでだ。警戒しろ。大丈夫だよ。敵の気配はないし。すごい。島全体が基地だなんて。向こう岸で何か動いた気が。ああ、港の位置から考えると、中枢は向こう岸だろうね。